こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リアルです。今日はね、もうキッチンからお送りしております。もう暑くてね、着替えは取れません。暑い、もう無理で、そもそも着替えてすらいないので、はい、これはね、自分で作ったというかね、リメイクして着物を上っ張りにしたものです。こうしてね、完成して改めて着るとだいぶね、雪が短いんですよ。なので逆にここゴム入れなくても全然水仕事問題ないなっていう結論に達し、ゴムは入れてません。はい、そう、袖口のね、ゴム嫌いだから入れたくないけど、どうしたらいいかなって悩んでたんですけどね、結局そうなりましたね。雪が短いっていうのも、まあある意味いい面もあるよなっていう風に思いましたね、これで。はい、とにかく8月に入って、今日は8月の3日の月曜日ですね。普段以上にね、なんか喋りがとろいのは若干現在体調不良でして、ほら OS1 見てこれ、見てこれじゃないけど、これはね、買ってきてもらって夫に、で昨日1本飲んで、今日もちょっと今飲んでるんですけど、今日がね、8月の3日の月曜日なんですけど、昨日の、違うな、一昨日土曜日に夜寝てから、なんかね、夜中に目が覚めて、で若干ね、汗かいてるのと、あとすっごい頭が熱いと思ったんですよ。もうこう触ったら熱があるんじゃないかってくらい熱くなってて、でやっぱりこのご時世なのでね、あ、やばい、これちょっとマジでもしかしたらコロナやったかみたいな気持ちになって、大慌てでね、あの脇で挟む方の体温計でひとまず体温を測ったんですよ。なんか暑いなと思っても体温を測ったら実は全然大したことないみたいな時ってあるじゃないですか。なので、まあそれを期待してね、測ったわけなんですけれども、そしたらまあ案の定普通に胴体、この脇の部分はね、平熱だったんです。もうとりあえずそれで一安心ですよね。もうコロナじゃないってだけでもういいやっていう気分になりましたね、その時点で。で、そうなると次どういう話になってくるかっていうと、あ、これじゃあ熱中症やったんだなっていう。そうなんですよ、頭がとにかくね、あと痛くて、その時に今もね、なかなかその頭痛が抜けなくって、私、まあ昔部活に命かけてたみたいなことはこの前お話ししたと思うんですけど、なんていうか、部活やっててもね、時々すっごいなんか練習後に頭痛くなったりすることが結構多かったんですよね。よいしょ、ちょっとなんか汚いから拭いとこう。そう、部活は練習後に頭が痛くなることがあって、何なんだろうなとか思いながら、まあしばらくしてたら、なんか気がついたら治ってたので、まあいいやって思ったんですけどね、あれも今思うと全部多分熱中症だったんですよね。こんなわけでね、頭が痛すぎて、あー、もう嫌だな、熱中症やったなと思って日曜日は休んでおりました。でもまあさすがにね、今日もう月曜日なので何もしないわけにもいかないので、ちょっとね、家事をやらなきゃいけないなと思って。私の部活の時代、私が部活やってた時代っていうのは、もうさすがに水を飲んだらいけないとか、年狂ったことはもう言ってるような時代ではなかったんですけど、水分補給は大事だよっていう話、熱中症になったら、まあ最悪命の危険があるみたいなこと、そういう話もあったんですけど、でも多分今の時代ほど熱中症っていう言葉はあったけど、どんなことになるのかっていうのは知らされてなかったですね。なんかもう最悪命に関わるっていうことは知ってたけど、なんか軽度の熱中症はこうだとか、なんか中度がこうだとか、こういう症状が出てきたら危ないから休めとか、そういう指標はなかったですね。なんか頭痛くなるの、なんか何なんだろうなこれとか思ってました。はい、思ってたんですけど、まあ熱中
皆さんも本当にね、気をつけた方がいいです。別に、まあ、頭痛だけなので、大してね、私、現状としてはなんかもう 手足が動かなくなるとか、なんか意識がおかしくなるとかっていうのはなかったので、いいんですけど、いいっていうか、ね、全然命に別状もないし、いいんですけど、まあ、ただだるいです、ほんとこれ。ちょっとね、飲みながらやってます。で、今日はもう、前の動画で、主婦一人で家の中にいて、クーラーつけるの悪いな、みたいなこと言ったけど、普通につけてます、今。ね、もうクーラーつけずに動けなくなった場合の迷惑とか損失っていうのを考えると、絶対これはね、多少の電気代払って、クーラーはね、ガンガン回すべきですよ、ほんと。そういう損得感情がね、しっかりできる人間だと思ってるので。なんか無理して我慢してギリギリまで頑張るのが美しいみたいな表現ってどの世界にもなんか割とあるじゃないですか。なんかスポーツ漫画とかでも怪我をギリギリまで隠して頑張るとかさ、なんかお母さん子供のために自分を犠牲にして頑張るとかさ、会社でもなんかなんだろう、なんかいろいろ事情があるのに一生懸命仕事になんか夜遅くまで打ち込んでるなんか仕事の人とか、いろいろそういう話あるけど、それはね、回ってる時はいいんですよ。その無理してる状態で、無理ができてる状態で。回ってる時はいいけど、どうせね、回らなくなる時が絶対来るんですよ。その先のね、見通しをせずに、ただただ、なんかちょっと、まあ、頑張ってる自分かっこいいな、みたいな風に思っちゃうところとかもあるかもしれないですけど、それでね、無理して、最終的に全てがダメになるっていうのは、最終的に損得のトータルで考えたらどう考えても損の方が大きいわけで、そういうわけでね、私が楽、結局自分の言い訳になるんですがね、私が楽をするとか、クーラーつけるとか、家電を買って家事をなんかサボるじゃないけどやらなくても大丈夫にするとかっていうのは、なんだろう、もう自分のためっていうのもあるけど、結局自分を取り巻く全てのところに巡り巡って利益があるというよりは、その損失を防ぐくらいの気持ちですけど、だと思ってて、って何の話をしてるのか全然わかんないですね。はい、ね、今日はね、ちょっとまだ冷蔵庫から出さずに置いとこうかなと思ってるんですが、これね、ひき肉をね、買って、結構量が多いので、半分はハンバーグにして、で、半分は、キーマカレーみたいな、なんか、カレー粉でこう炒めたら、ご飯にかけて美味しいよみたいなもの。そう、キーマカレーっていう言葉は知ってるけど、定義を知らないから、なんとなくほら、肉そぼろカレーみたいなのが、ご飯にかかってるっていうのが、私はキーマカレーだと思ってるんですけど、厳密な、何定義を知らないから、あえてキーマカレーとは断言しませんが、キーマカレー風肉そぼろカレーご飯みたいなのの肉そぼろを作ろうと思っています。よいしょ。そして木綿豆腐、ひき肉多分半分にすると、うちの2人で食べる量には多分少ないので、豆腐を足してハンバーグの方をね、ちょっと強化しようと思います。豆腐半分にしようかな。水切りしなきゃいけないんだよな。豆腐の水切りって私やり方いまいちよく分かってないけど、まあこういうボウルとザルに包んで置いとけばいいってことですよね。このなんかここにキッチンペーパーがあるから、よし。やっぱり頭の働き、まあ、頭もそうですし体もそうなんですけど、働きが悪くなるっていうこと、働きが悪くなってるなっていうのをすごいね、なんか実感してます今。頭、いつも以上に動いてない。いつも大して動いてるわけではないけど、いつもね、毎回。よし、
なんか重し乗せたらいいっぽいけど、重しなんかいいのあるかな。これ重たいけど分かんないしな。お皿とか。よいしょ。こういう皿をこう乗せとくといいとか。あんま安定しないな。ちょっと安定する面が。こうかな。よし。しばらく置いとこう。よいしょ。で、玉ねぎ。玉ねぎを、まあ、両方みじん切りにするって感じですかね。ハンバーグもそうだし、キーマカレーもそうだし。キーマカレーじゃないわ。キーマカレー風の肉そぼろカレー味。無駄にそこはこだわって断言しないリハル。よいしょ。そんな感じでね、皆さんこれから本当に結構梅雨明けした地域も多くなってきてるので、さっきの話に戻りますけどね、あ、玉ねぎ辛い、辛いっていうか玉ねぎの辛い感じが鼻にきた。玉ねぎって切るときに目に染みて痛くなるっていう話があるじゃないですか。その目に染みるのは口で呼吸するようにして鼻をできるだけ塞ぐとちょっと軽減できます、目に染みるのは。なので私いつも玉ねぎ切るときだけ口で呼吸してます。なんか握力も落ちた、握力っていうか腕力、なんかいつもより玉ねぎがさ硬いような気がしてくるんだよね。よいしょ。はぁ、はぁとか言っちゃってるよ。ちょっとあれだね、カメラの前で包丁使うのはちょっと恥ずかしいよね。なんか包丁の使い方がなってないみたいな話になりそうでちょっと怖かったりもするんですが、まあまあまあ普通ですよ。家庭科でしか習ったことないから包丁なんて。まああとは家でたまに、よいしょ、習うといえば母が生きた時に一緒に料理するみたいなことがたまーにねあって、その時に たまに包丁を使わせてもらったことがあるとかないとかくらいで、それ以降はだからもう中学生とかの時とかはなんていうか自己流じゃないですけど、まあ自己流か、習ったことをのおぼろげな記憶をもとにやってました、包丁とかそういうのは。だからね、ちゃんとした使い方っていうのをね習ったとは思ってるけど、本当にそれが合ってるのかっていうのは復習とかしてないからね、みじん切りのやり方とかもねちゃんと分かってないですよ。なんかだいたいこういう風にやればいいっていう記憶と、こうしたら効率がいいんじゃないかっていう、その後にちょっと考えたらこうなったっていう。よいしょ。キーマカレーのみじん切りは、あ、なんかちょっと落ちたよ、玉ねぎ落ちたよ、落ちたよ。そう、なんかすぐポロポロ落ちちゃうんだよね。なんだろう、私の切り方が悪くて落ちるのこれは。ダメなのかな、やっぱり間違ってるのかな。あ、目痛くなってきた。ちょっと何か別の動作が入るとそれまで何喋ったか全く忘れちゃうんだよね。キーマカレーの玉ねぎはあんまり細かくないみじん切りの方がいいかなって思ってます、勝手に。逆にね、ハンバーグはちょっとなんていうの、細かめの方が肉と馴染んでいいのかなみたいな勝手な考えです。っていうかね、ハンバーグに入ってるみじん切りが粗いと形を作りにくいんですよ。ハンバーグのこうポロ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 肉が崩れてきちゃって、ちゃんと綺麗な形というかまとまってくれないので、
ある程度ね、細かい方がいいですね。よいしょ。もうハンドブレンダーでやっちゃおうかな、ハンバーグは。そうしよっかな。機械の力を使おうかな。その前にあれですね、キーマカレーに入れる人参もちょっとみじん切りにしておこうかな。よいしょ。あ、また落ちた。いけませんね。落としすぎじゃね、今日。やっぱりさ、いろいろおかしいわ、今日動きが。よいしょ。まあ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 、とりあえず地面を拾おう。よいしょ。ああ、目にしみる。とりあえず、こっちのボウルに受けといたのが、キーマカレー用の具材。キーマカレーとか何入ってんだろう。キーマカレーじゃないわ。キーマカレー風の、また言ってるわ、この人っていう。あれ。よし。で、人参はピーラーで剥きます。私の中では人参とか、まあ、大根とかもピーラー使った方が早い。あ、大根は微妙かな、なんとも言えないな。人参はとりあえずピーラー使った方が早いと思ってて、じゃがいもはね、その時々によるっていう感じなんですよ。メイクインみたいな、なんかつるっとした品種のじゃがいもはピーラーでやった方が早いんですけど、なんだろう、男爵芋みたいな感じのやつは包丁でやってしまった方がいいんじゃないかと思ってます。わかんないけど、私自身があんまりね、そんな包丁使うのがうまいから、うまいわけではないから、ピーラーっていう道具を使ってるっていうのはあるんですけどね。あと単純に人参硬いからさ、あんまり包丁でこうぐいぐい力入れてやりたくないっていうのがありますね、正直なところ。よいしょ。人参のみじん切りもね、以前っていうか大昔に、大学生の頃に居酒屋さんでアルバイトをしてたことがあって、で、まあ私はホールスタッフだったんですけどね、このね、厨房の料理してる方々のところを見てると、こういうののみじん切りするときに、人参をこうかつらむきにして、みじん切りっていうか千切りにするときか、かつらむきにして薄くなんか剥いて、その剥いたやつを千切りにしてて、ああこうやってやるのがプロはって感動した記憶がありますね。やろうと思って試したことはあるんですけどね、かつらむき的なやつを。まあできなかったですね。まず均一の厚さに剥くっていうのが無理でしたね。よいしょ。まあそんな感じで、私はとにかく切って切って切るっていう感じで、みじん切りとか作るときはやってますね。かつら抜きできる人はすごいなって思いますよ。こんな感じで、だいたいできたらいいかな。よし。はい。今20分ぐらいか、結構意外と時間経っちゃったので一回ここで切ろうと思います。後編というか、作業のこの次の動画はまた翌日公開になるかなと思いますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。そちらではあれですね、まあ、これからワイマルシェでどうだったかっていう話もしたいと思うので、ぜひご覧ください。それでは、高評価とチャンネル登録もしよかったらよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。